こんばんばは、です日本では野球が常に一定の人気を誇っていますけれども、まあ、プロ野球なんかも盛んですしおのおのひのチームがあったりすると思うんですよ僕はもう言うまでもなく北海道日本ハムフファァイターズのファンです北海道出身ですし地元のチームを応援したいというのはありますよねまあこれ他の地域に住んでいる方はそのまあ地元のチームを応援してるというのはあると思うんですよで北海道の場合その日本ハムファイターズ移転前っていうのは 結構ね、巨人ファンとか多かったんじゃないかなと思いますね。 まあ僕もそうでしたしただファイターズが北海道にやってきてで、まあ、2000年代中盤とかですね今監督をやっておられる新庄さんなんかも現役でしたし結構盛り上がってたんですよその当時の新庄さんの世代ってのが今ファイターズのコーチとかになってたりするでしょうなんか感慨深いものがありますよねそして今ではすっかりファイターズは北海道に定着しましたそんなファイターズは移転当初から札幌ドームを本拠地としていましたよねなんですが今年ついに新球場 エスコンフィールド北海道が完成しましまたいやーあれはね普通にかっこいいあの球場だって開閉式でであの人工芝でよく作りましたよね北海道にホテルが隣接していたりサウナに入りながら球場、まあ、その野球を観戦することができたりいやーなんかいいっすよね球場で十分楽しめますやっぱ冬場って野球はシーズンオフになってしまうのでそういう時でもまあなんかいろんな施設で盛り上げていくことができますよまあちょっとね あのファールゾーンの問題とかあったんですけどもなんとか開幕を迎えてまああの試合を重ねることができていますファイターズは若手中心のチームですよねまあなんか FA で補強しないというか昨年はねその新情体制1年目でしたけどまあ結果からすると結構ねちょっとボロボロだったというかであの主力だった近藤選手もホークスに行ってしまいましたし今年も大丈夫かなとまた6位かなと 最下位なんじゃないかなと思いましたけども、今のところ4位ですよ、パリーグで。ピッチャーは結構ね、元から粒揃いというのがありましたけれども、野手でもね、万波選手の活躍なんかもありますし、清宮選手もようやく復帰してきたので、かなり期待できます。そんな感じで、ファイターズとエスコンフィールド、まあ、新球場は盛り上がってるんですけども、一方その頃、ファイターズが去った札幌ドームは悲惨です。北海道新聞が記事にしているんですが、札幌ドーム厳しい船で、コンサート新モード応募ゼロ。 赤字拡大のの恐れというものですファイターズが札幌ドームを去ったっていうのは、これまあ札幌市っていうか、もう運営側の問題でしかありません。どうせ札幌ドーム以外に選択肢ないでしょうと思って、ファイターズに対して搾取しまくってたわけですよ。だからドーム側がある程度妥協していたら、新球場建設とかこういうことにはなってなかったと思うんですけどね。今となってはどうにもなりませんし、まあそういう過程があったからこそ、新球場、いい球場ができたので、 ななるようううになったということいこでしょうかエスコンフィールドちょっとアクセスが悪いっていうねその札幌市内とかから考えるとアクセス悪い問題はあるかもしれないんですけどまあちょっと僕もねちょっと早めに見に行きたいなと思いますよ。札幌ドームの方はファイターズが去って収益的にかなり厳しいんですよ。 だから、減収対策の柱として、総事業費約10億円をかけて、2万人以下の中規模コンサートに対応する新モードというのを打ち出していました。本来、札幌ドームってめちゃくちゃでかいので、4万人とか入るわけですよ。ただ、その4万人入るところを、あえて区切って、2万人とかの中規模コンサートに対応していくと。まあでもこれちょっと、2万人でも十分大規模な気もしますけどね。そういう取り組みで、ファイターズ戦の穴を埋めようということを考えていたようなんですが、 今のととこんな証言も記事に出てきますね。客席を半分にするとアーティストは自分たちはドームを埋められないんだと気落ちするだから新モードは進められないという話をイベント関係者から聞いたっていうね。 それは確かにあるかもしれない。せっかくやるなら満員でやりたいというのがアーティストだと思いますよ。で、せっかく結構なお金を使ってですね、新モードを打ち出したのに、このままだと申し込みがなくて赤字が拡大しそうだっていう話なんですけども、全部が自業自得です。なんなんでしょうねこの民業の感覚が分かっていないというか、札幌っていうのは、 あのやっぱ北海道全域で見ても1人勝ちみたいな状況があるわけですよこれやっぱ人口にしても経済規模にしたってだからそういう状況だからちょっと何て言うかな勘違いというかなんか殿様気分みたいなところもあるのか何なのかもちろん全部が全部っていうわけではないですよしかしファイターズというかその札幌ドームの運営に関してはもうねあれはダメですよあと近年球場に名前がついていますよね ペイペイドームとかさ札幌ドームも命名権を売って、まあ、多少なりともねその収益を得ようと考えていたようなんですけど現状売れていませんもう負のイメージついいちゃいましたからね正直この運営って急に全てが変わるわけでもないと思うので,でこのまま続けていったところでどうでしょうね赤字がなくなって収益をうまく得られるのかっていうと未知数だしいっそ損切りで解体した方が逆にいいのかもしれませんね。 とというところで今回は以上です。最後にかわいいポコちゃんをご覧ください。手折れてますよ。あ、噛まれる。あピクッ。あ,あ、ない。 かわいいね